レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。いや、アンチの人のね、中に多いんですけれど、やたらトータルリターン、含み損益のところがマイナスになっているということを気にするね、人がものすごく多いことと、日本人の投資信託の平均保有年数が4年未満ということ。これってね、意外と考え方が同じ人たちが起こしてる現象じゃないのかなというふうに思いますので、資産形成をしていくためにはね、どのような考え方が必要なのか、なんでそれが分かっているのに日本人の投資信託の平均保有年数は4年以下なのか、積み立てを始めようと思われた時、特に今だったらね、積み立てNISA、2024年からも新NISA使っていけるということで、かなりね、10年20年積み立てていってやろうと意気込んで積み立て投資始めてるはずなのに、実際にはね、4年以上保有できる人が少ないということになっていると。これはなんでだということで、このあたりを今日は深掘りしていきたいと思います。それでは、レバナス作戦会議、スタートです。まあ、まずはね、己を知り、敵を知れば、連戦連勝だということになってきますんで、まずは、含み損益、トータルリターンをやたらとね、気にする人のマインドっていうのがね、どのような心、どのような経験を積んできた人たちが多いのかなということで考えていきますと、私の結論は、サラリーマンさんに多いということになるんですよね。しかも、オブラートに包み隠さずに言いますと、収入の低いサラリーマンさんになればなるほどね、その考え方が大多数を占めてしまうということになってしまうんですよね。これは仕事、今までね、自分が経験してきたこと、人間っていうのは自分が経験したことの積み重ねで物事を判断していってしまうということがあるんですよね。そうなってきますと、高級サラリーマンとかね、めちゃめちゃね、まあスキルを持ってるサラリーマンさんの考え方と、ある一定層、まあ年収ベースで言ったら300万以下の人とはね、やっぱ考えてることが違ってくるわけなんですね。それが仕事内容になってくると。まずは高級サラリーマンさんたちっていうのは、売上ベースのこともしっかりと考えて、自分がどれだけ売上の方を上げれるような立場になっていないと、会社っていうのが成り立たないっていうのを考えれる人たちのことなんですね。ですが、経営サイドのこともある程度は考えて、納期とかもしっかりと守っていかないといけない、売れる商品を作らないといけない、売っていかないといけない、プログラムをしないといけない、クリエイティブな作業をしていかないといけないというね、方たちっていうのは、しっかりと自分のね、仕事っていうのがどのように構築していかないといけないのかっていうのを考えてますから、これ、資産形成にもね、当てはまっていく人たちなんですよね。ですけれど、年収が低くなれば低い人の仕事っていうのは何かと言いますと、例えばコンビニ、スーパーなどのレジ打ちとか、商品を陳列するとか、あとはもっと極論言いますと、流れ作業なんていう風にね、なってきますと、まあ流れてくるね、商品を組み立てていく、自分のパートだけをどん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 流れていくのを当てはめていくというね、この作業だけをするんですよね。結果、収入の低い人たちの仕事っていうのは作業になっているということがすごく多いんですね。何かを作り上げていくという工程ではないんですね。ですから、売上がね、立とうが立たまいが、今自分が作ってる製品が売れても売れなくても関係ないんですね。1日工場勤務、工場に働きに行きまして、夜勤でも日勤でもそうなんですけれど、流れてくるね、部品を、ただ単に組み立てていくだけの作業をする人たちなんですよね。こういう人たちは会社に行って、その時間しっかりとその作業をすることによってお給料がいただける人になってくるわけなんですね。そうなんです。自分たちが売上が上がるとか、会社の経営がとかっていうのはね、一切考えなくて、黙々とね、はい、マシーンのように流れ作業をこなしていけるかどうか、レジ打ちをこなしていけるのかっていうね、人たちが大多数なんです。ちょっとね、テレビとかニュース番組見てますと、日本の格差社会をなくしていきましょうなんていうことを言ってますけれど、確実にね、ピラミッドですよね。200万とか300万しか稼げない人たちの方がたくさんいて、
年収1000万、2000万、3000万の人たちっていうのは一握りというね、もうこれ現実に起こっていることですから、大多数の人たちっていうのは収入が低い人たちになってくると。そういう人たちが資産形成をしていった場合にどうなっていくんだということでいきますと、株式っていうのは必ずね、乱高下すると、上昇することもあったら下落することもあるなんていうのは誰でも分かってるはずなのに、自分が積み上げてる商品のトータルリターンが暴落くらってマイナスになると、何やこれはっていきなり怒り出すんですよね。儲かるんちゃうんかいと、儲かる言うから去年レバナスやったのにとか、あとはあずきりジェイソンさんの全米株式やったのにとか、全世界株式やったのにとかってね、いきなり怒り出す人たちがいてるんですね。これはなぜかというと、職場に仕事しに行ってるのに給料くれないというね、発想になってくるわけなんですよね。資産形成でも、一時期はマイナスになることもあるかもしれないけれど、しっかりと5年、10年、15年積み立てていけば、資産がしっかりと増えていくというふうにやってるはずなのに、いざ目の前の自分の保有している商品がマイナスのトータルリターンになったところで慌てふためいてしまうと。もうこれはしょうがないですよ。今まで経験上、そういう経験をしたことがないんでね、会社に行っていたとしても、仕事をしていたとしても、仕事をしてるんじゃなくて、ただ単に作業をこなしていただけの人ですから、資産形成でも積み立ての作業をこなしていっているのに、なんで資産が減るんだということで、今までの仕事と照らし合わせてしまって、ここがね、わからなくなってしまうということになるんですね。ですから今、資産形成をされたことがない方で、貯金は得意なんだけれどという方でもここに当てはまっていてしまうわけなんですよ。じゃあどうやったら資産形成っていうのはしていけるのかということで考えていくときに、まずは一つ商品選びですよね。必ずその商品が右肩上がりで上がっていくのかということで考えていきますと、日本の株式市場マーケットを考えてみますと、ここ10年間頭打ちですよねということなんで、日本のマーケットっていうのは考えづらい。じゃあインド、中国とかっていう風になるんですけれど、そうなってきますと地政学的なリスクを伴ってくると。特に中国なんて何するかわからないということになってきますし、インドはその中国と揉めてます。ベトナムも中国と揉めてます。そして台湾も中国と揉めてますということで考えていきますと、中国ってね、なんかアジアの元凶だなという風に思ってきてしまうんですけれど、そういうね、あっちこっちの国にちょっかい出してるような国も、株式っていうのもやっぱりね、安定して握れないですし、ちょっかいかけられてる方もやっぱり安定して握れないですよねと。そして今全世界中のお金がどこに集まってきてるんだということで考えていきますと、アメリカの株式市場の方に集まってきていると。ニューヨーク取引所、ナスダックというところにね、どんどん集まってきてるわけなんですよね。お金を増やしていくためには、お金の集まっているところに投資をしていけばいいということが一つあるのと、あとはもう一つ、そのアメリカの企業の一番ね、優秀なところに投資していくのが一番いいわけですよね。株式っていうのは、その会社のオーナーになって、その会社が働いて利益を出してくれれば出してくれるほど、株主にそのね、恩恵が受けれるということになってきますから、そうなってきますと、アメリカ、S&P500 にするのか、それでもナスダック100にするのかというふうにね、分かれていくわけなんですよね。そこで私たちは、ナスダック100というものにね、標準を合わせていっていると。そしてそのナスダック100にレバレッジがかかっているレバナスというふうにね、なってきます。このレバナスという商品、繰り上げ召喚が来るんじゃないかということで、すごくね、ビビられていた方もいてるとは思うんですけれど、2022年、最大 64% 下落しましたけれど、繰り上げ召喚なんて来ないどころか、口数の方がどんどん増えていっているということで、安くなればなるほど、レバナスを買ってくる人たちが山のようにいてるというのが、まあ、現実的に分かったことなんですよね。これによりまして、繰り上げ召喚が来ないということになります。ガチをしていたら勝てる商品になってきます。ナスダック100ですから、必ずね、どれだけの大暴落が来たとしても高値を戻して、そしてその高値を更新していってくれると。そして上昇局面になればなるほど低増の恩恵を受けれるということになってます。下落していくときは低減のリスクというのが発生しますけれど、その逆で上昇していけば低増ということになってきますので、まあ、上昇局面
に移った時のレバレッジ商品の強さっていうのがね、出るわけなんですよね。これをガチホというね、ことになってきますんで、まずは安心して握れる商品かどうか、必ずね、ポイントになってくるところっていうのは、低くなった株式っていうのは必ず暴落がきますから、暴落になっても再度高値を戻す、そしてその高値を更新していくという商品を選んでおかないと、これはダメだということになるわけですね。あとはこの商品を握った時に、レバレッジ型の商品、レバナスっていうのは暴落食らった時にね、めちゃめちゃ下げていくわけですよ。当たり前ですね。上昇していく時も2倍の上昇スピード、下落していく時も2倍の下落スピードということで考えていただきますと、下落した時にトータルリターンっていうのがマイナスになるなんていうのは当たり前の話なんですよね。けれど、このトータルリターンマイナスの時にしっかりと追加購入できるかどうか、だってそうでしょうと、資産形成をしていく中でレバナス安く買えるんだったら、安く買える時にできるだけ多く購入しておいた方がいいわけですよね。商売やられてる方だったらわかると思うんですけれど、安く仕入れて高く売るんですよという話でね、その、安くなった時にね、仕入れるお金がないといったところは、まあ、どんどんね、潰れていくというふうになりますので、安くなった時にしっかりと購入できるのかどうかというところがね、あるんですけれど、どうしてもね、今まで会社でね、そういうね、仕事をしていないと、レジ打ちしていたりとか流れ作業をしていた人たちっていうのは、どうしてもね、その下落した時に追加でお金を突っ込むということに納得できないわけですよね。そしてトータルリターンマイナスやん、なんでマイナスになってるのにガチホしてんの、もさっさと売ってやめてしまった方がいいんじゃないのということになって、やめてしまって損したので、レバナスホルダーだったのにレバナスアンチに変わっていくというのを、私はこの1年間でね、めちゃめちゃ大人数がね、そのようにアンチに寝返っていくのを、この目で見てきたということがあります。けれども、ここを乗り越えた人だけが資産形成していけるということになるわけですよね。たまにね、変な YouTuber がいてね、いや今ものすごくしんどいでしょと、もうしんどかったらレバナス投資も一旦やめてしまって、また株式マーケットが上向いてから始められたらどうですかとかね、ダウどうですか、全米ね、インド株どうですかとかね、まあ新興国株どうですかなんてね、言ってる人たちがいるんですけれど、アホ抜かせと。株式いうのは安い時に買って高い時に売り抜けていくんだと。なんで今安くなってるのにしんどいんでしょう、やめておきましょうって言うんだと。今安くなってるから買いの一択ですよというね、これを発信しないとダメでしょうと言うんですけれど、結果そういう情報を発信してる YouTuber、 もしぐらいまではレバナスのことをものすごく持ち上げていたのに、去年2022年1年間でレバナスが大暴落して、今年に入ってからレバナスのことをあまり言わなくなった YouTuber、どこ目見てんのというね、君たち資産形成したことないでしょというふうにね、思ってしまうわけなんですよね。ですから仕込みの段階っていうのは必ず必要になってきます。流れ作業をしてるわけではないんで、商品を安い時に仕込んで高くなるまで待って、そして高くなってから売りぶつけていくというね、まあ作業が必要になってくると、これを一つの工程だというふうにね、考えていただければいいと思います。そしてテクニカルとかファンダメンタルとか、まあ、いろんなことをね、駆使して株価が上がるか下がるかっていうのを予測する人たちがいますけれど、そんなことしても無理ですな、そういうね、ことで分かるんだったら、全世界でもっと株式で儲けてる人の割合っていうのがね、大きくならないといけないということがありますんで、ここは株式っていうのは結果下がる上がる下がる上がるを繰り返していくのが株式だという認識をまずは持てるかどうかですよね。下落していってる時も株式、上昇していってる時も株式、上昇して下落して上昇して下落してレンジに入る、これが株式だというふうにね、認識していただいて、上昇している時だけがね、なんかもてはやされて、下落し始めたらアメリカの株式は煽りだとか、ナスダックは煽りだとか、レバナスは煽りとかってね、言ってくる人たちがいますけれど、何をわけわからんこと言うてんねんと。普通の経済活動の流れで上昇して下落して上昇して下落して上昇して下落して、結果アメリカの株式は上昇していくということに、ね、なりますので、このあたりのことをしっかりと理解して、そして仕事っていうのは
段取り8部、現場2部ということになってきますんで、しっかりと段取りしておきましょう。今の段取りというのはどうですか？そうです。今、ご自身で持たれているレバナスのトータルリターンがマイナスの方こそ、今、レバナスが安い間にどん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 仕込んでいくと。私もトータルリターンマイナスですけれど、何にも気にしておりませんよ。今のトータルリターンのマイナス、これをいかに、ね、このマイナスの時に多くレバナスの方を購入して口数の方を集めておいて上昇し始めた時に笑える環境になるというのが目に見えてますから、もうこれは未来予測ということでね、予測できることですから当たり前でしょ。またレバナスが基準価格4万円に戻っていた時に自分のレバナスがどれだけね資産を増やしてくれるのか、そんなのすぐ単純計算で電卓で計算できますんで、まあそこをねしっかりと電卓で計算していただいて、いやいやけどいつじゃあいつになったら4万円に戻るのっていうね話なんですけれど、単純でしょと。今金融引き締めしておりますから、金融緩和し始めてしばらくすればね戻っていくんじゃないですかということになっていきますので、それは決して遠い未来のことではないと。5年も10年もレバナスがねこうだーっと血を這うようなねチャートになるとかって言ってる人もいますけれど、アメリカの経済活動舐めてもらったら困るのと、あとはナスダック100っていうのは世界最高峰のハイテク100社の集まりですから、この企業体に勝てる企業体はないわけですよ。世界中見てもね、あなたが働いてる会社の何倍も資金力持ってる会社の集まりですから、その私たちはオーナーになっているんだと。例えばそのナスダック100の中にはマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップルなどが入っておりますよね。その会社のオーナーになってて、その会社が頑張って利益を出せば出すほど私たちの収入も増えていく、資産も増えていくということに、ね、なっていきますので、そのあたりのこともしっかりと理解して資産形成をしていただければ、投資信託4年でね売るというようなことはないと思います。しっかりとレバナスの場合は10年で私はファイヤーだと思ってます。 S&P500 とかですと20年、しっかりとガチホしていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。